こんばんは。これはスイカゲームみたいな感じで僕が作った太陽ゲームっていうゲームで、こんな感じで月プラス惑星をどんどん落としていって、つなげてね、大きくして太陽を作るっていうゲームです。効果音とエフェクトが結構派手で気持ちよくて、やっててね、かなり爽快感があります。これはマインドレンダーっていう無料のね、スマホアプリで遊ぶことができるんですけど、現在ね、3500回以上遊ばれてて結構好評で、ありがとうございます。ゲームに対するコメントも何個か面白いのが来ていて、スコアのね、ランキングが登録されるんですけど、1位の人は9600点で、これマジでめちゃくちゃすごいです。バナナソルジャーさんで、100位の人もね、スコア4000点あって、僕の最高が2800点なので、マジでかなわないです。前回公開したね、動画も14万回再生されてて、その動画のコメントでもっとこうしてほしいっていうのが何個かあったんで、今回はね、アップデートとしてそれをいくつか反映しました。これがアップデート後のゲームなんですけど、見ての通りね、ジョイスティックと落とすのボタンをめっちゃでかくしました。で、それと次にね、出てくる惑星が何なのかが分かるようになったのと、爆誕の円ですね、これ爆発して誕生するので、どんどん惑星が、それがどういう風な順番でできるのかっていうのを、表示しました。背景もね、宇宙っぽくして、これでね、没入感と快適性が向上したことでしょう。さらに太陽ができた時のエフェクトと効果音を派手にしました。これ太陽いけるんじゃないか。雷が鳴るようになりました。そしてこの動画の公開後から、この太陽ゲームで誰がね、一番スコア取れるのかコンテストを開催します。参加方法は簡単で、マインドレンダーにね、ログインして、まずユーザー名を自分のね、決めてつけます。で、その後はもうひたすらね、太陽ゲームプレイしてスコア取りまくるだけです。10月30日が期限なんですけど、その時にスコアがね、1位から7位の人には、マインドレンダーにログインしてるメールアドレスに対して Amazon ギフト券が送られます。ユーザー名ついてプレイしてるだけでいいんで、まあね、興味ある人は頑張ってやってみてください。これ太陽と太陽いけそうだぞ。おお、こんな感じで太陽同士がぶつかるとブラックホールになって消えます。で、このブラックホールも消えるはずなんだけど、これちょっとバグって消えないな。まあこれまでいいや。そしてスコア部門とは別に、クリエイター部門っていう方の、コンテストも開催します。これはこのね、今見ている太陽ゲームを参考にして、参加者に同じようなね、似たゲームを作ってもらうコンテストです。で、その時にいろんなね、工夫点を入れてもらって、それを僕たちが審査するっていう感じです。クリエイター部門では、ゲームが完成したら、ロッカーでね、保存する時に名前を改造太陽ゲームっていう風にしてください。で、保存します。そしてマイロッカーから、このね、公開っていうところチェック入れて、タグにコン2310って入れてください。コン2310、まあこの状態ですね。これで応募は完了します。で、このね、メモ帳みたいなところをクリックして、ここにね、工夫点とか書いてくれるとありがたいです。例えば惑星をね、一回だけホールドできるようにしましたとか、こういう感じで、工夫点書いてもらえると審査するときに助かります。ということで、今日の動画はこんな感じですね。まあ、次の表示ができたので、スコアはね、前のバージョンよりも高くなると思います。なので、みんな、どんどん高得点狙って頑張ってみてください。では次の動画で、バイバイ。